モグラによる新谷弁護士殺害。警察は矢上に疑いをかけ、重要参考人であるという。現在と過去の事件が交錯する先端創薬センター。かつてその敷地を開発用地として大規模な再開発計画があった。計画を立てたのは関西のゼネコン梶平グループ会長、梶平茂。あのおじいちゃんが全梶平グループ社員1万人のトップ、梶平茂会長だよ。マジか。ほう、ここでご対面って、それ前回の動画でも言ってるわ。そこの服部さんは知っとるな。あんたのことは矢上さん、この人からいろいろ聞いとる。あら、俺のこと？例えばあんたの弱みが何かとか。服部さんはよう知っとったで。よう、その弱みってのは真冬ちゃんのことか。矢上さんの妹分いうとこか。あんたを吸い取るやろ。塩屋が真冬を狙ったのはあんたの指示だったな。わしもあんたらの腕を見とこう思うてな。何？は？けどもう協力会がそっちに手出すことはない。このわしが保証したるわ。どういうこと？その代わり、どうせ何か条件があるんだろう。ああ、なるほどね。一つ仕事頼まれてくれや。神室町の探偵として。空木だ。今から1年前、わしは厚労省のある土地でどでかい再開発を計画しとった。ああ、服部さんの書いた記事は見たよ。さすがやな。計画用地は医療システム産業開発機構の土地全部。神室町が3つ4つ楽に入る広さや。ほう。厚労省の風見大臣ともなしつけて、周りの土地も行産安値で買い漁ってな。あとは早いとこ創薬センター他に潰れてもらうだけやった。けどそれをおとなしゅう待つほどわしは先が長ない。そこでつこたんが橋木いう男や。橋木？今送った写真の男がその橋木です。なんで連絡先知ってんだよ。初めて見る顔だな。何者だ？橋木は創薬センターの副所長でな。わしはそれを抱き込んでセンター閉鎖に向けてサボタージュをさせとった。ほう。サボタージュ？ああ、できる研究員は追い出したり、めぼしい研究はよそに情報漏らしたり、ようやっとったで、あいつは。ほう。そりゃまたあっぱれなゲス野郎で。インポスターってことか。じゃあ橋木はあんたのスパイだったわけだな。ああ、ところがや、ほとんど瀕死やった創薬センターがあれのおかげで一気に息を吹き返しよった。あれ？アドテックナインや。あの日を境に大臣もセンター存続に手のひら返し、ほう、木戸の側について再開発は白紙や。わしと橋木から容赦の橋を外しよった。その橋木は今どこに？死によった。え？半年前神室町で殴り殺されたんや。どういうこと？センターの副所長が殺された？今も犯人は見つかっとらん。警察は酔っ払い同士の喧嘩や言うて済ましとる。矢上さん、あんたにはその事件を調べてほしいんや。わしは橋家は計画的にやられたんやと思うとる。計画的に殺されたって、そう考える根拠は？あいつはアドデックナインをまがいもんやと疑うとった。まがいもん？なんでだ？おう。センター閉鎖の話が出た途端、
急に画期的な新薬の論文発表や。タイミングが良すぎるやろ。ハシキはアドデック9に何やからくりがあるはずや言うてたで。そやからその裏を嗅ぎ回ってたんや。カムロ町で殺されるまでな。じゃあ例えば木戸あたりがハシキを殺したって言いたいわけ？ほんまにそうやったら今からでもセンターは閉鎖やな。再開発は仕切り直し。あの土地に突っ込んだわしの金が何倍にもなって帰ってくる。せやけどな、このままやったら千億がドブなんや。そんなに？千億？やば。わしらがカムロ町から引けん理由がそれよ。そら執念深くもなるか。そうなるとハシキを殺したのはカジヒラの敵か、アドデック9を守る側の人間って可能性が高い。あの創薬センターには何や裏がある。新谷優弁護士もそこに近づいた途端やったやろ。目えぐられたの。何かがあるんや、あのセンターには。もしそうならあんたかて調べずにはおられんはずやな、八神さん。そやからわしはあんたを選んだやで。この仕事他に頼めるやつはおらん。なるほどな。確かにそれは弱みを握られてる。服部さん、あんたのおかげで真冬がさらわれるとこだった。なんか言うことはないのか？私もここへは梶平会長に無理やりさらわれてきたようなもんです。好きで八神さんのことを喋ったわけじゃありませんよ。それでも一言謝ったって良さそうなもんだ。孫の代まで呪ってやる。ふざけたやつだよ。それよりもうそろそろ行かない？ほら厄介なのが目を覚ましそう。そうだな、すぐ出よ。ああ、創薬センターの副所長でハシキ。そう、半年前にカムロ町で殺されたらしい。急で悪いけど、星野君の方で事件の情報を集めておいてくれるか。明日まで。ありがとう。ほんじゃま、この続きは明日、源田事務所でだな。ああ。お疲れ。八神さん。ん？僕、やっぱり八神さんと組んで正解だったよ。一気に梶平の会長まで出てきたからね。梶平の不正の調べもはかどりそう。俺の方もおかげで真冬が助かった。ありがとうな。じゃ、また用ができたら呼んで。ほう。いや、一気にいろんな事件が進展しましたね。今日はもう帰って休むか。なるほど。いやー、すごいね。梶平の代表が出てきただけで一気に事件がなんか進展しそうな動きを見せましたが、いやーどうなるんでしょうか。本当に楽しみで仕方がないです。なんかあるね、サイドクエスト。やっとくか。ちょっとぐらい。ちょっとぐらい寄り道していこう。あ、社長どうも。あーし。また食べに行きます、社長さん。いやー。あ、もうワープしていいよ。さあ、この付近に着きましたけれども。のー久々だね。久々っていうかよく見かけるな、本当に君は。こう見えても大の人気アイドルである。八神さん。あ、八神さん。徳永さん、いつもの帽子はどうしたんですか？それがですね、また飛んでっちゃったんです。ん？持ってるじゃないですか。それが違うんですよ。これ、僕のじゃないんです。え？
僕のはあっちです。あっち？え？は？え？同じこと言ってるわ。どういうことですかね。まあ、そうなるわ。それがいつものようにそよ風のいたずらで帽子が飛んでいっちゃったんですが、もう一つ空を舞う帽子がちょうどあって、そんなタイミングよく帽子がカツラが2つも空を飛ぶか、間違えてあの人が被っていっちゃったんです。そんなバカな、困ったな。話しかけて交換してもらえばいいじゃないですか。いきなり帽子を交換してくださいなんて言えますか、あんな怖そうな相手に。おちょくってるように聞こえるかもしれませんね、帽子だなんて言ったら。ええ、下手したら殴られますよ。だから八神さん、いつも通りお願いします。僕の帽子を取り戻してください。仕方ないですね。やるんか。ゾクゾクそよ風とともにサリン。相手の気持ちを考えると、人気のないところ、人気のないところで話しかける必要がある。それにしても気が重い。デリケートなことだし、なんて声をかけようか。カツラ間違えてますよって素直に言うしかないじゃない。なんか他に言い方あんのかな。いきなりチェイスが始まるね。まあでもすごくあれだよね、浮いてる感あるよね。ヤクザやん。巨漢のヤクザやん。その裏入っとこうかな。あぶねあぶねあぶね、あぶね、隠れるスポットなかったからあれだったけど、一定の距離感を保ちつつ、すげえな、堂々とあの人混みの中にいるよ。行けそうだ、今先に。ああここに隠れるスポットがある。まだ行けそうだな。あ、ちょびっくりした。物音立てた瞬間に振り向くのかよ。あんま物音立てない方がいいんだ。はいはい、どうも。はいどうも。麻薬座だからね、誰に追われてるか分かんないからね。おフェイントが一回入って、おーい、びっくりした。オッケーオッケーオッケー。さすがにそこでフェイント、おー、何を見てるんだ。イケメンホストの看板、まさかふさふさの茶髪に憧れてるとか、そういうこと。ふさふさの毛を求めてるのか、あの人。でも駐車場の方に入ってるけど、どうすんだ。とりあえず車の陰に隠れたいに隠れたいな。来るか来るか、来ないんかい。振り向くか、振り向かない。超絶一定の距離感保ってる。わあ、ここで振り向かれたらマジ隠れるスポットないんだけど。あれ、どこだ。なんだ、ホストクラブ。まさかホストにでもなりたいのか。ああなるほど。あ、そういえばあの髪型ホストっぽい気がするけど。
いろいろと問題があるよ。まあホストになるためのね条件が、まあわかんないよ、わかんないよ、人の好みってわかんないからさ、うん、やめよう、この話を深掘りするのは危ない、俺が危ない。なんだ、でも入っていかないのか、なんなんだろうか、ヤクザっていうぐらいだからよくわかんないけれど、おいおい、危ないよ、ちょうど振り向いたところでカバーに入るというね。その車の陰に隠れれるかな、お客さん。振り向かないで、そこまで一気に行きたい、そこまで一気に行きたいけど、あ、危ない、危ない、めちゃくちゃ危ない、超ギリギリだった、ミントないよね、向かうのか、タクシーに乗ろうとしてるね。おーあー、めっちゃ口開いてる、ヤクミめっちゃ笑ってるけど、これはチャンスか、確かに拾うには絶好のチャンスだ、行くぞチェイス。ちょ待てよ、さあ来ました、カツラとちょ待てよの追いかけっこ、よいしょ、ね、もはやこれはもう名物コーナーと なっていてもおかしくはないのではないでしょうか、はい、痛い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 、なんだアクションないのか、痛い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 、そんな良ければいいものをわざわざ超えていくという、超マテオさんもおてんばですね、あらまあ、よいしょ、丸、超ギリギリで、あ、三角飛ぶんかーい、あいつちょっとそこ引っかかんの、ちょっと待てよ、さあ超マテオさんもいつもと違うコース行ってるが、ちょっと今日はぶつかっている、よく物にぶつかっていて避けなくてもいいところで避けている、さあどうでしょうか、追いつくのでしょうか、おー、またアクションショートカットしていく、ここで距離を縮めていく、牛は越えてはいかない、キムさんの大事な牛は避けていく、さあ飛んでいく、さあその差はもう縮まっている、もうほぼ5メートル、いや2メートル、いや3メートルといったぐらいでしょうか、はい、距離は徐々に縮まっております、さあ捕獲、捕獲できるか、捕獲で できるんかーい、捕まえた、よし、なんとか捕まえたぞ、おいおい同じこと言ってる、おいてめえ、そりゃ俺のだろうが、いや、これはあんたのじゃないんだ、誤解、ん？誤解なんだよ、うるせえ、それがねえと俺は外を歩けねえんだ、返せこら、かかってこい、ヤクザ、あらシンプル、さあまさかのね、痛めつける結果になってしまったことをお許しください、これは神のいたずらなのです、神様に対して喋るような口調で、神様のいたずらなのですっていう言うのもあれだが、神のいたずらなのです、彼は彼なのか彼女なのかは分かりませんが、気まぐれなんです、どこ行った、クソが、俺の大事なもの返せ、だから誤解だって言ってるだろ、何？どういうことだ？何？
あんたのカツラはこっちだ。タンタン。え？風で飛ばされた後、間違って違うカツラを持って行ったらしい。そうだったのか。じゃあ、お前の頭を。いや、俺は。なんだそうか、同志だったか。それは、それならばそう言えばいいボロ。ええ、なるほど、黒髪と金髪使い分けてる。お前さん、なかなかおしゃれだな。とりあえず交換してもらっていいですかね。おう、そうだな、兄弟。それじゃあ、兄弟。あら、まあ、誤解されていたようだが、まあいいか。おい、いきなり出てきたよ。いやいや、見てたよ。いやはや、お強い。それにしてもまさか君も帽子だったとはね。いや、だから違うんですって。そんな風に隠すなんてかっこ悪いぜ。人々は騙せても太陽は騙せないのさ。なんだか腑に落ちない。そうそう、今日は一ついいニュースがあるんだ。すごい目がクリッとしてるね、この人。よく見たら。ん？何ですか？草木も生えぬ不毛な大地に新たな生命の息吹を宿したのさ。は？え？それってもしかして。ちょっと待って、面白すぎ。ナミヘイさんじゃん。あれ、ナミヘイさんって一本だっけ？あれ、どうだったっけ？え、お兄さんか弟さん、兄弟の人が一本なんだっけ？覚えてないよ。あ、その通り。まだたった一本。太くねっていうか太くね、一本。努力の成果が実ったようだ。ああ、面白すぎる。あ、見なよ、ご機嫌さんにそよ風に、そよ風とたわふれてやがる。ああ、面白い。その角度はやめろ。その角度は面白すぎる。ああ、おめでとうございます。そんな夜神もそんなテンション上がっちゃって。守るべきものができると人は強くなる。君だけは守らなければならない、何があっても。ちょうどね、暗いところで見えないんだけどね、この角度。まあ、こちらとしては都合がいいんですが、笑わなくて済むからさ。徳永さん、なんだかいつもより表情が明るい気がするな。八神さん、今までありがとう。そしてこれからも応援よろしく。こいつは俺だ、受け取っておきな。本当に髪の毛入ってる？黒いところだと本当にわかんないんだけど。ダメだ、見えると笑っちゃう。ありがとうございます。では今日もそよ風が俺を呼んでるぜ。いやー、面白いな。まさかまさかあんな綺麗に頂点に一本入るとは。おかしな人だったな。本当におかしな人だったわ。ああ。いやー、めちゃくちゃ笑ったわ。いやー、あんな綺麗に髪の毛って生えるんだね。面白いわ。うん。さあ、また、占領通りかな？の方にサイドクエストが集中してるっぽいんで、また向かいましょうか。よいしょ。